OK？ OK ですね。はい、井上さんの OK が出たんで絶対 OK です。さあ改めてどんちゃんファン、そして、ね、皆さんお待たせいたしました、佐野ブランド姫 SKE48 どんちゃんこと福士奈緒ちゃんでございます。ミュージックスタート。さあ佐野丸音頭が流れてまいりました。佐野丸音頭とともに登場してもらいました、佐野ブランド姫 SKE48 どんちゃんこと福士奈緒ちゃんでございます。フライ帽子をかぶれば佐野ラーメン、みかも山を背にすれば天下無敵のゆるりキャラ、どんちゃん、はい、やっと来たね。おはようございます。おはようございます。眩しいか。太陽だろ、太陽だろ、陽松本市の太陽だろ。乾燥だ。びっくり。小学生だと思って、もう目の前にいるの小学生だと思ってさあ改めてどんちゃんにね、自己紹介兼ねて PR というかね、もうよろしく、もうセンターに来な、はい、ちゃんとセンターに来ちゃっていいだろ本当に。はい、では改めてどんちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一言、皆さんにご紹介を含め、はい、ね、うん、私栃木県佐野市出身なので、こうやって佐野丸のお誕生日を今日はやっとね、3年目にしてやっとお祝いできたので、あ、そうか、はい、しっかり3年分のおめでとうを伝えたいなと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。どんちゃんこと福士奈緒ちゃんでございます。ね、最近ツイッターとインスタを、そうなんですよ、ね、やっと始めて、やってます。ね、よっちょっす、よっちょっす。あの、ぜひ皆さんね、もうすぐ出てくるもんね。はい、すぐ出てきます。福士奈緒でね、はい、福士です。僕ね、一緒に番組とかやらせてもらって、はい、どんちゃんの番組に僕がね、ちょっとこうついてって、サービスエリアとかをですね、そうなんです、行ったりとかしてですね、まあ、やってた番組をね、一緒にやってたから、はい、今日はぜひこの3人でね、番組とか回ったりしてたからね、はい、ぜひ今日は楽しんで、ちょっとね、短い時間ですけど楽しんでいただけたらと思います、はい、お願いします。まあ、ただ今日はですね、やっぱりこうやって僕はね、半袖短パン本気の人間で来てるわけだから、どんちゃんにちょっと本気なね、ちょっとゲームをやっていただきたいなと思うんですよ。ね、やっぱり松岡修造って言ったらやっぱりラケットスポーツ、そうですね、やっぱりで、見てこの曲、エースを狙えって曲なんだけど聞いたことある？あ、多分聞いたことあるかな。聞いたことある、はい、まあ、今いくつだっけ？17です。17でしょ、はい、もう30年以上前のじゃあ聞いたことない。ね、僕とかで、僕の実年齢、小庭の実年齢が35だから、僕でさえは覚えてないぐらいのね、このエースを狙えっていうですね、はい、テニスの、まあ、はい、漫画アニメがあったわけですよ。で、ということで今日はですね、ラケットを使ったスポーツ3点勝負というのをですね、はい、行いたいと思います。しかもここの、この場でよ、こんな、わかるでしょ、テレビとかさ、ペタイベントでしょ、こういうものがどんだけ高いかわかってるでしょ。わかります。その中でも、その中でもね、一生懸命ちょっとスポーツをやっていただこうと、はいはい、ということで今日は用意しました、これどんちゃん用のラケット、なんかすごい安っぽい、はい、ですごい安っぽい。それ生えた時みたいになってるから、ね、生えた時ですよこれ、ね、なんかさ、ほら電気が流れるやつあるじゃん。そう生えた時、そう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 、いや、だってちょっと佐野丸叩きじゃないから、今日なんか僕の叩きみたいにやってるけど、どんちゃんそうで、僕はテニスのラケット、ちょっと見て、これすごくない？すごい、これすごくない？そんなのあるんですね。これバドミントンのラケットだよ、ほら、すごい、だってどんちゃんの顔よりでかいじゃん、ほらほら、すごい、すごいよこれ、すごい、ね、これ佐野丸ね、ちょっと僕たち今日は、ね、どんちゃんせっかく来てくれたから、うん、ちょっとその3点勝負バドミントンでやりたいのね。で、これどんちゃんが負けたら、はい、これ番組を、見ててくれた方わかるかもしれませんけど、罰ゲームでモノマネとかやらされたじゃん。やりましたね、懐かしい。なんか一発ギャグとか、はい、やってました。なんか本気の一発ギャグとか、それをちょっと僕に負けたら申し訳ないけど、やらなきゃいけないらしい。なんで？なんでだと思う？あのね、佐野氏の圧力です。怖い、佐野氏怖い。いや、そう、ちょっとね、やってほしいなと、はい、だからどんちゃんはそういうことを受け入れてやってくれるだろうなっていうふうにやっちゃう、はい、でも僕が負ければ僕にこうなんかこう、モノマネをとかね、振ってやってほしいなというのを言えるわけ。わかりました。ちょっと佐野丸にはね、審判的なものをね、今ほらズルしたとか、今のポイントよく分かんない時あるじゃん、
ったらどっちに今ポイントが入ったとかね、ちょっと審判やってもらいたいなと思う。お願いします。 OK、ね、ちょっとさ、これ本当に打てるかどうかさ、なんか不安ですよね。打てるのかな。風が結構吹いてきたから。風吹いてきたじゃん急に。